はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガシャポン仮面ライダーゴースト、ガシャポンゴーストアイコン15です。はい、ゴーストアイコンのガシャポンはまだまだ発売しますね。今回は1回400円で全10種類、ラインナップを見るとなかなかよくって、まずは1番がナイチンゲールで、2番がそれのレア、ウィザードのメッキ、4番ガイアムのメッキ、5番ドライブのメッキ。今回のメインのアイテムはこの辺で、6番仮面ライダー45ゴーストアイコンの平成魂バージョン、そして7番がそれのレアで、8番が1号魂バージョンで、9番がそれのレア、ブランクアイコンも入ってて、レジェンド系が出ればメッキ確定とか、なかなか面白いガシャポンですね。ナイチンゲールも食玩で争奪戦でしたから、ガシャポン化はいいですね。そして45ゴーストアイコンは先にデラックス版で DVD 付属の限定アイコンとして発売されましたけど、こんな感じでホロシールになってて、リバーシブル仕様のアイコンでしたから、とりあえずはガシャポン限定で2つに分かれた感じですね。とりあえず4回回してきましたので4つ一気に開けましょう。ナイチンゲールは食玩で買えましたし、この辺のメッキは全部持ってますから、絶対欲しいのは1号魂アイコンと平成魂アイコン、この2つは出したいですね。まずは1個目いきましょう。せーのよ、真っ白、おー、ナイチンゲール。まず1個目はナイチンゲールのノーマルが出ました。では2個目いきます。パカッと開けてピントを合わせて、せーのよ、あー、ナイチンゲール2個目。まさかのこれで食玩と合わせてナイチンゲールが3つになりました。どうせならメッキバージョンとか欲しかったかも。では残り2ついきましょう。はい、パカッと開けて、せーのよ、あ、出ない、お、おー、出た、お、メッキ何、あー、やった、1号魂のノーマルだ。なんか一瞬ここがシルバーでメッキっぽく見えましたが、おー、あ、すごー、ベース部分もデラックスと同じような赤のメタリックになってて、ちょっとクリアですね。おー、そして1号魂の絵も描いてありますよ。発光しちゃった興奮して触っちゃった。はい、このように1号魂の45ゴーストアイコン出ました。やった、絵柄が、おー、変わる、すご、あ、でもこれ2面だ、4面なんですけど絵柄は2つ、あー、そっか、これでさらに平成魂も出てくれればいいんですけど、どうでしょうか。ちょっと赤い、ドライブかな、いきます、せーのーよ、お、来た来た来たよ。どっち、ベースは平成も1号も同じですから、どちらのアイコンが出たんでしょうか。おい、しゃーやった、一発で2種類揃った、おー、平成の45ゴーストアイコンも出ました、嬉しい。まずはナイチンゲールゴーストアイコン、ぐるっと見回すとこのような感じで、相変わらずベースが真っ白のアイコンですね。メタリックなんかも特に入ってなくて、ほんとに真っ白。FN でフローレンス・ナイチンゲール。で、上はゴーストチェンジの超新規モチーフの顔になってて、ボタンを押すと FN からゴーストチェンジ、必殺技、通常、ナンバリング。押し心地は食玩版と同じで、ちょい硬めですね。特に色の変化なんかもなくって、食玩もガシャポン版も同一商品ですね。そして仮面ライダー45ゴーストアイコンの平成魂バージョン、ぐるっと見回すとこのような感じで、正面、上側、下側で超特別感ありますよ。白目部分のクリアグレーはデラックス版と同じ、あ、触っちゃった多分同じカラーのパーツが使われてて、全然チープ感がないんですよね。むしろ高級感ありますよね。ただ上の絵柄部分はデラックス版と同じサイズですから、若干上と下が余ってて、黒い面積が広いですね。認識ボタンで見えにくかった平成魂の顔が今回ははっきり見えます。
以前はホロで切り替わりましたけど、今回はちゃんと中のパーツにシールがありますから、で、ボタンを押すと、ゴーストチェンジから、45のナンバリングで、さらに、あ、パーツ自体は4面なんですが、絵柄は2種類。ゴーストチェンジ、ナンバリング、ゴーストチェンジ、ナンバリング。でもこれやっぱり見た目いいですよ。そして最後は仮面ライダー45ゴーストアイコンの1号魂バージョン。ぐるっと見回すと、このような感じで正面、上側、下側で、基本は先ほどの平成魂と全く同じで、中のゴーストチェンジ側は違いますけど、上を見ると、これも絵柄がちょい小さめで、1号のゴーストチェンジ顔が描かれております。最近だと昭和魂の45ゴーストアイコンが、上側が結構かっこよかったので、ちょっとここは工夫してほしかったですね。では、音声確認しましょう。まずは仮面ライダー45ゴーストアイコンの平成魂。変身。海岸平成ライダー。新たな個性、これが平成。おお、いい。音声自体はデラックス版の平成魂と全く同じですけど、はっきりと平成魂の顔も見えますし、上から見ても前回のピンが見えちゃう感じとは全く違いますね。オメガドライブ。大海岸平成ライダーオメガドライブ。おー、45の数字もはっきり見えます。オメドマ。続いて、1号魂。はい、これもこの顔が、ホロじゃない分、絵柄がしっかりと確認できますね。オメガドライブ。大海岸仮面ライダーオメガドライブ。オメ玉。さらに上から見るとこうなっております。では最後はナイチンゲール。白衣の天使、救うは兵士。オメガドライブ。大海岸ナイチンゲール、オメガドライブ。大目玉。はい、ということで仮面ライダーゴーストガチャポンゴーストアイコン15を紹介しました。全10種類とはいえ、ハズレっぽいのはあんまりなくて、ラインナップの半分以上はレアものですし、とりあえず4回回した感じはナイチンゲールも45系も出やすいっぽい感じですね。それと45ゴーストアイコンは DVD 限定のゴーストアイコンがそれぞれに分かれたものですから、見た目も良くなってますし、手に入りやすくなったのもすごいいいですね。ちなみにガシャポンゴーストアイコンはまだ16と17も発売予定に入ってますから、ゴースト放送ギリギリまでアイコンの発売があっていいですね。
以上、仮面ライダーゴースト、ガシャポンゴーサイコン15の紹介でした。